突然でございますが、東京近郊で一番おいしいお寿司屋さんはどこか。皆さん知りたいとは思いませんか。私たちは知りたいと思いました。いえいえ、おいしいだけではございません。お寿司はリーズナブルに安くなければなりません。大トロだってウニだって安くなければ私たちは満足いたしません。ではどうしたら東京近郊で一番おいしいお寿司屋さんを見つけることができるのか。まあ人に聞きゃいいんです。まあしかしできるだけ大勢の人々にということで、我が日本テレビでは1万枚のアンケートハガキを用意いたしました。そこに一番おいしいと思うお寿司屋さんを書いてもらうことにしたのであります。そしてそれを配りに配ったのであります。まあ確かに愛と申しますか、他力本願と申しますか、はなはだ情けない企画ではございますが、しかしでございますね。まあ私たちの元に届いたアンケートハガキの店に出かけてみるというと、まあ、そこには雑誌にもテレビにも出たことのない無名店がずら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 り、しかも安くて死んでもいいわと思うくらいに美味しかったんであります。一体この美味しさは何なんだとつい絶叫してしまいましたが、さあそれでは参ります。1万人が選んだ本当に美味しいお寿司屋さんベスト45。1万人が選んだ美味しい寿司屋、いよいよベスト3の発表です。第2位は神宮前にありますおけい寿司。はがきによれば何もかもが極うまのお寿司屋さん。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。店に入ると切符のいい声、ん、板さんが全員これ丸坊主だ。スタッフがなんだか緊張しながら進められた席に着きました。こちらのですね、はい、まあ、おすすめの獲物といってはなんですが、その前にですね、ハマグリの汁なんですが、ハマグリを炊きますとこういう汁が出るんですよ。肝臓にすごくよろしいんですよ。あ、健康にも。肝臓にいいというハマグリの汁からスタートです。続いてほしい何やら緑色のもの、寿司屋にはですね欠点がございましてね、はい、野菜が一番ないんですね、寿司屋というところは。あ、キャベツが出てきました。実はこちら薄味に煮込んだキャベツ、キャベツが最初に出てくる。いやー、こんなお寿司屋さん初めてであります。一番生のマグロでございますね。あ、これ生のマグロですか。江戸の寿司はマグロが本命ですね。はい、いやー、見事なマグロです。その大トロのところから握ってくれるようです。ところがです、ご主人がその大トロを火にかけていた焼き網をひっくり返してその上に、あ、今、そしてその大トロを手際よく握って上に煮切り醤油を、いやー、まあこれは何と申しますか。味がします。いただきます。食べるとふわりと口の中に香りと旨味が広がって、あとはもうただうなるしかないだろう。それからというもの、スタッフはどうもうなりっぱなしで、キスの昆布締めでございます。果たしてこのおけい寿司のうまさをどう伝えればいいんでしょうか。このお寿司を食べたスタッフはいまだに口の中に、まあ、このうまみが残っているというんですが、キスの味どうでしたか。これは他の店には負けないと思うところはどういうところですか。やはりですね、魚は変わらないと思うんですよ、どのお店でも。ただうちの場合は手を加えてあるんですが、それ以上に一番大事なのはですね、やっぱり心意気でしょうね。お客さんに対するおもてなし。